では1回戦第1試合いきましょう。ティータンク VS 未明上がってきてください。さあそれではこの試合のビートを聞きましょう。DJ室でお願いします。では大事な先攻後攻を決めるじゃんけんをお願いします。ここでうわ、お客さんいきますか。イエ、それではいきましょう。凱旋 MC バトル東西選抜春の陣1回戦第1試合、先攻未明後攻ティータンク、8小節の3本勝負、レディーファイン。初戦から相手がティータンク、あの日からも磨いたキーパー、集まる次世代のキーマン、凱旋始める準備はいいか。引きに来たぜその歓声、そして大合戦、いわくつき打たせる舌包み、凱旋一番乗りだ出陣。ヘッツアップヘッツアップ凱旋凱旋ヘッツアップヘッツアップ凱旋凱旋ヘッツアップヘッツアップ凱旋凱旋。こんなオカマちゃん相手じゃないぜティータン。お前は確かにラップうまいけど何かが足りない。その何かってのは東京じゃなくて京都じゃなきゃ得られなかったもんなんだよ。いや京都をレペゼンのまま東京で俺は根を張ってる。相手じゃないぜ、勝ち目はないぜ。1年前の悪夢の再現、木ペン負けさせてやるよ。対戦相手関係ないなんて言わなす俺は、京都レペゼンのまま胸張って登場だぜ。いや京都レペゼンとか言ってるけど京都のラッパーからお前の名前なんて聞かねえよ。分かっちゃいねえな、鎌倉レペゼンマイホームタウン、まあなんだっていい。この勝負じゃ未明が負けに来たんか。ライブで感謝だファミリーに感謝。うわっさ、ここが渋谷のオーイースト、次でどう出るかで全てが決まるぞ。また負けに来たんかって、あの日の言葉そっくりそのまま返せるようになった。鎌倉レペゼンステージは甘くはねえぜ。いや、俺は誰よりもそれを知ってる。今日は誰の頭も冷やすことなく熱量でぶち上がってけおめえら。いやそんな熱量でどうかしちゃった、お前のラリラリの頭氷枕で冷やしてやるよ。何も分かっちゃいねえな、あの勝負も実際お前マジダサすぎて笑えねえな。まず乗せな、しっかりメロディーに、そして俺に配ってこうお前のデモ CD。 観客がお前にエコひいき、俺が鎌倉レペゼのネオヒッピー。笑い終了。ではお客さん、まずどちらの方に手と声を上げるかを決めておいてください。全員参加でお願いします。先攻未明がよかったどうしよう、後攻ティータンクがよかったどうしよう、勝者は未明。大きな拍手をお願いします。あんまりお金がないな、そんな時にはタイムなワイヤー、いつもタイムリーな場所行って自分でその場でお金を稼ぐ。カンカンゲンマネーハスリン、イケてる仲間増えたらめっちゃ楽しいから、みんなで LINE の登録よろしく、アプリはチェック、タイムワイヤー。